光ファイバーピアースペックス射精、アクリル棒に入射された光が内部を伝わる、要素高ファイバーとは、離れた場所に光を伝える、伝送路である。ファイバーとは、英語で繊維という意味で、このことから、光学繊維とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに、極細の信号線で高速信号が長距離に、伝送できるため、デジタル通信を中心に、多くの通信用途に使用されている。 2008年現在、1本の光ファイバーの伝送能力は 100tbps を超える程度である。夢中継での伝送では 100km 間隔のものが実用化されている。光ファイバーはコアと呼ばれる芯とその外側のクラットと呼ばれる部分、そしてそれらを覆う被覆の三重構造になっていて、クラットよりもコアの屈折率を高くすることで、 前反射薬施設によりできるだけ光を中心部のコアにだけ伝播させる構造になっている。コアとクラットは共に光に対して透過率が非常に高い石英ガラス、またはプラスチックでできている。また、被覆がないコアとクラットのみの状態を単に、光ファイバーと呼び、光ファイバーの表面をシリコーン樹脂で被覆したものを、光ファイバー祖先、光ファイバー祖先を、 ナイロン繊維で被覆したものを光ファイバー新線、光ファイバー新線を高校張力繊維と外皮で被覆したものを光ファイバーコードとする呼び方もある。複数の光ファイバー新線に保護用のシースと呼ばれる被覆をしたものを光ファイバーケーブルと呼ぶこともある。一般的な石英ガラスを使った光ファイバーのコアと クラッドの屈折率の差はわずかに0.2ないし0.3%程度である。石英ガラスの屈折率はおよそ1.5なので1秒間に地球を5周程度回る速度で光信号が伝わっていく。光ファイバーの中で失われる光の量は 1km あたり数程度である。光ファイバー中の光の減衰は以下の多くの要素が関係している。 低損失で長距離伝送が可能な光ファイバーの製造にはこれらの影響を小さくすることが求められる。したがって、光ファイバーに使われる材料は特に高純度なものを、所定の屈折率になる曜日量の添加物を入れたものを、組織の歪みができないよう注意して製造される。素材固有要因外的要因17世紀に波動の屈折の法則が、 イレブロルとスネルによって定式化された。1820年にガラス板の中に光が閉じ込められる条件がオーギュス・タン・ジャン・フレネルによって定式化された。1840年頃、反射による光の誘導の公開実験がダニエル・コレイドンとジャック・バビネによってパリで行われた。1870年、ジョン・ティンダルが光の全反射の条件を記し、 水流で光を曲げる実験をロンドンで行った。1880年、音声を可視光線の信号に乗せ通信を行う、フォトフォーン実験がアレクサンダー・グラハムベルによって行われた。1888年頃、初期のテレビ画像伝送の試みとして、曲がったガラスパイプやガラスロットに光を通す方法が、ウィーンやフランスで考案された。この頃から、 テレビの画像通信や潜望鏡、イカメラなどに様々な光の動波炉を用いる試みがなされた。1910年、光の閉じ込めをガラス繊維に拡張した条件が、ホンドロスとピーターデバイによって定式化された。1925年、空洞のパイプや、 ガラスプラスチックロットをつなげた光の電動炉で画像を伝送する方法の特許がジョンド・ジー・ベアードによって出願された。1930年、ドイツのハイン・リヒラムがガラス繊維の束に光を導く実験を行った。これがガラスファイバーの束に光を通す初めての試みとなった。1936年、低新章研究所の関森夫と根岸博士が ガラスロットの湾曲部にプリズムレンズを用いて、全反射によって、光線信号を伝送する、光線導管による光通信を考案し、特許を出願した。1958年になると、ガラスファイバーの芯を違う種類のガラスで巻くという、コアとクラットによって構造される石英ガラスファイバーが、インド人物理学者のナリンダーシンカパニーによって、考案される。これにより、 ケーブル内の屈折率の違いによって、光を全反射で誘導するという光ファイバーの基礎が確立され、この時初めてオプティカルファイバーと名付けられた。ナリンダー・シンカパニーは、光ファイバーの発明者とされ、光ファイバーの父と称される。1961年、エリアス・スニッツァーによって、シングルモード光ファイバーが提案された。1964年、 西澤淳一、佐々木一恵門は、ガラスファイバーのコア内の屈折率を中心から、周辺に向かって連続的に低くなるように変化させ、入射角の異なる光を、ファイバー内で収束させる自己収束型光ファイバーの概念を特許出願により提案し、自己収束型光ファイバーによる光通信の可能性について言及した。しかし特許庁は、意味がわからないと不受理にした。 同様の構造の光ファイバーは、ベル研究所のスチュワート・ミラーによっても提案されている。ミラーは、ガラスが効率的な長距離伝送の媒体となることを理論的に示した。1965年、チャールズ・ケイカオの論文により、ガラスの不純物濃度を下げれば、光の損失を低減できるので、損失率が 20dB、km であれば通信用の光ファイバーに利用できる。 胸の提案がなされた。これまでに確立された理想的なガラスファイバーの理論から不純物を含む現実的なガラスファイバーでの光の減衰特性の理論を唱えた画期的なものであった。これによりガラスファイバーの不純物を下げる研究が活発に行われるようになり、光ファイバーは実用化に向けて大きく前進した。顔は光通信用の光ファイバーに対する 先駆的な貢献により、1996年に日本国際賞、2009年にノーベル物理学賞を受賞した。1965年、世界初の光ファイバーによるデータ転送システムのデモンストレーションがドイツの物理学者、マンフレット・ベルナーによってテレフテン研究所で行われ、このシステムの特許が1966年に申請された。 1966年には、西沢の研究は、日本板ガラスと日本電気によって、セルフフォーカスファイバー、セルフォックとして実現される。その時点では 60dB、キロメートルが限度であった。1970年、アメリカのコーニング社が、通信用光ファイバーを実用化したと発表し、光ファイバーの製造法と顔論文に示された、光ファイバーの構造をはじめとする、 基本特許を得た。コーニングの光ファイバーは非常に脆く、まだ実用化にはほど遠いものであったが、顔の理論通りに 20dB、キロメートルの損失を達成した。日本の特許庁は、それが西沢と類似するものであることを知りながら口をつぐんだ。またコーニング社の発表に続く形で、不純物のドーピングによる多層結晶成長の技術によって常温で、 連続作用可能な半導体レーザーがベル研究所のパニッシュと林伊豆王によって試作された。同時期に同研究所のアーサーと長が新たな結晶成長方法分子線エピタキシーを考案した。上で作った新素子は寿命100万時間を達成した。これらの技術により光ファイバーのレーザー光源の技術が確立された。1974年、 ベール研究所のジョン・マクチェスニーは MCVD 法での光ファイバーの製法を編み出した。この結果、損失率は1 1 d b キロメートルに低下した。1977年、日本電信電話、公社の茨城電気通信研究所の伊沢達夫が、バットポーによる光ファイバーの製造方法を発明した。九百八十年には、バットポーによって、 損失値は 0.20dBkm に達した。現在、バットポーの製造スピードは MCVD 法の約100倍となっている。1985年、サザンプトン大学のプールがエルビウムという元素を光ファイバーのガラスに少量を加えると光だけで動作する増幅器を作れることを発見した。この発見をもとに、サザンプトン大学のペイントミアーズ、 ベール研究所のデサビアーがエルビウム添加ファイバー増幅機を開発した。これにより、レーザー中継による光信号増幅機よりも効率の良い伝送を行うことが可能となった。同年、連邦通信委員会は国際回線における光ファイバーの指摘所有を認可した。同年2月、日本では北海道旭川と鹿児島間をつなぐ。 日本中観光ファイバーケーブル網が整備された。光ファイバーの中を電波する光の経路によってモードが分かれる。つまり、光が光ファイバーのごく狭い中心部だけを通るものがシングルモード、光ファイバーであり、光が光ファイバーの中をある程度の幅を持って通るものがマルチモード、光ファイバーである。また、円筒状の伝送炉である。 光ファイバーに横波である光を連想すると、経路が同じでも変化面が異なる。いわゆる変化モードが生じる。光ファイバーの形状が完全な円筒であり、屈折率や温度などの条件も完全に均一であれば、伝送特性は変化モードによらない。しかし、実際には、製造工程での狂いや外力などの不均一性により、伝送特性が 変化モードに依存することが多い。変化モードによる伝送特性、特に遅延特性の差は変化モード分散と呼ばれており、主に波長分割多重や長距離伝送にて伝送距離を制限する。マルチモード、光ファイバーマルチモード、光ファイバーは、光が多くのモードに分散して伝送されるものである。シングルモード型と比較して以下の特性がある。 シングルモード、光ファイバーシングルモード、光ファイバーは、光が単一のモードで伝送されるものである。遠距離通信用のガラス製光ファイバーは、この方式が一般的となっている。ガラス製の場合、マルチモードファイバーと、同じくクラッド外径は125マイクロメートルで、あるが、モードフィールド径が9.2マイクロメートルと細い。 ITUT の勧告として標準化されている。マルチモード型と比較して以下の特性がある。種類プラスチック製、光ファイバーはガラス製のものに比べて以下の点で特徴がある。そのため近距離の伝送に用いられる。プラスチック製、光ファイバーの材料クラッド材料には低屈折率を持つフッ素系ポリマーが用いられる。コア材料には高屈折率。 透明性、強度などが必要とされる。以下のものがよく用いられている。プラスチック製、光ファイバーの製造法、モノマー製造、モノマー生成、モノマーの純度を上げて、特性の低下を防ぐ。重合、一定の分子量になるように反応させる。溶融防止、溶融した状態で、コアを、内装、クラットを外装とする糸にする。被覆、表面に、 別の高分子を付着させ、保護そうとする。m c v d 法、オベドポーオーバット方向ファイバー、線引き装置ガラス製、光ファイバーは、コア、クラットともに、石英ガラスが用いられる。光を閉じ込めて電波させるにはコアとクラットに屈折率差が必要なため、コアには屈折率を上げるために、G や P、クラットには屈折率を下げるために、 B や F などが添加される。プラスチック製、光ファイバーよりも電装損失が小さいため、長距離電装用の光ファイバーとしてよく用いられる。通信に用いる場合、電装損失を下げる必要があるため、コア材料は最大の透明度が得られるように、高純度のシリカガラスが使われている。特に含水量は数 ppm までに低減させている。これにより、 電装損失は 0.3dB、km 以下に抑えられている。ただし、海底ケーブルは長距離であるため、シリカガラスよりもさらに電装損失が小さい復化モ物ガラスが用いられる。プラスチック製高ファイバーに比べて、以下の特徴がある。ガラス製、光ファイバーの製造法ガラス製、光ファイバーの製造は、母材製造と線引きの2段階よりになる。 石英系のガラス製、光ファイバーと使用素性が異なり、ZRF4 やアルフ3などを主成分とする、光ファイバー。製造及び加工が非常に難しく、製品化できている企業は、世界で数社しかない。石英系のガラス製、光ファイバーと比べて、以下のような特徴があるので、伝送用以外の用途で使用されている。日本で復化物光ファイバーを製造しているのは、 ファイバーラボ株式会社のみである。フォトニック結晶ファイバーと呼ばれる新しい構造の光ファイバーが登場している。以下の2つのタイプがある。いずれもクラッド部に等間隔の空港が挙げられている。光ファイバーはそのほとんどすべてが通信用に使用されており、本記事中でも特に断らない限りすべて通信用光ファイバーについて記述している。 1980年代後半に光ファイバーを使った光増幅機が発明されてからはいくつかの改良を経て2000年代後半の現在は MCVD 法によって製造される気土類イオン ER3 やパープル3を添加した光増幅機専用の光ファイバーが製造されている気土類のハロゲン化け物は蒸気圧を上げるのが困難なため 別に加熱するなどの工夫が求められている。トスリンク高ファイバーケーブルが発光しているもの。写真では両端から光が出ているがこれは演出であり、左側のコネクタ内に光源を内蔵して光を入射している。通信用の光ファイバーについては光ケーブルを参照。光ファイバー内を伝わる光の変化により色々な情報が得られ、測定が行える。 光ファイバー自体がセンサーとして働くと言える。2004年データ参考。ありがとうございます。